はい、どうもこんにちは、レイです。まあサムネ見てあれって思ってる方おられると思うんですよね。今日はちょっとなんていうのかな、そのまあ変化球というか、まあいつもの内容とちょっと違うことをまあ話ししようかなと思ってるんです。はい、で今日は何かね、何をやるかって言ったら、はい、これです。はい、せーの、はい、これです。はい、これですね。はい、これですよ。はい、これね、この間自由に行ってですね、買ってきたんですよ、ブラックスキニーをね。で普通にね、これ最高だったみたいな、そんな話やったら普通のファッション系 YouTuber と変わりがないじゃないですか。だから今日はですね、私学部生のね、YouTuber としてちょっとその話を絡めながら、注意点もね、どうせあれでしょ、あなたこれ見た後にお会計の自由行くんでしょ買いに行くんでしょだからさ、注意点がちょっとあるからさ、ちょっと何個かそれを話して、それから言ってくださいね。はいということで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、いきますよ。昨日かな、岡駅のですね自由に行って、これはね、買ってきたんですよ。自由のですね、スキニー、ブラックスキニー、それのしかもレディースなんですよね。レディースで、ちょっとここに出てるんで出しますね。これね、買ってきたんですよ。前メンズ、なんで僕レディースにしたかって言ったら、メンズやとね、ちょっとね、ブカブカするんですよ。はい、そうなんですよ。だからスキニーで履きたいなって、ピタッとしたのが好きだから僕はレディースにしたんですけど、僕はあれなんですよ、ブラックスキニーがすごく好きで、年中結構もう大半履いてるんですよ、ブラックスキニーをね。なんでかって言ったら、まずね、合わせやすいじゃないですか、何にでも合うっていうね、それが一つと、あとそれがスタイルがよく見えるじゃないですか、シュッてねしてて、それが2つ目で、3つ目はこれが一番やと思うんですけど、女子受けがいいっていうね、これなんですよね。で僕はもう大半着て、夏場とかはさすがにきついから、あんまり履かないんですけど、でもほぼ年間を通してですね、ブラックスキニーを履いてるんですよ、僕は。でいつも僕は何のブラックスキニーを履いてるかって言ったら、リドムの、ブラックスキニー履いてるんですよ。これです。はい、履いてるんですけど、なんでそのリズム履いてるかって言ったら、とにかくね、履き心地はいいんですよ、マジで。すごい伸縮性のいい生地を使ってて、履き心地がいいっていうので、僕はずっとそれを履いてて5、6本持ってるのかな、同じやつで。いいんですよ。だからそれでも良かったんですけど、なんていうのかな、欠点があってですね、ちょっと高いんですよ。それは超一流ブランドに比べて安いかもしれないですけど、高いっていうのと、あとね、色落ちすぐするんですよ。ブラックやけど、ほら、わかる？色落ちしてさ、なんかちょっとさ、白っぽくなってくるやんか。あれがちょっとね、結構スピード速いんですよ。だから、そこが欠点かなと思いながら、履いてるんですけど、今もね、好きで。で、今回なんでこの自由なやつを買ったかって言ったら、私学部生は4年生から、本格的なその実習ね、やるって言って打ってるじゃないですか、いつもやってるでしょ。それでその実習を行う時の格好っていうのはもう決まってるんですよ。上は白シャツね、上は白シャツで、下は黒パンツなんですよ。で革靴っていうのに決まってて、これは絶対決まってて、これじゃない格好で実習行ったら返されるんですよね。もう来なくていいよみたいな、受けなくていいからって言ってやれるんで、その格好の時にブラックスキニーやっぱり僕は履くんですけど、実習ってさ、結構さ、そのまま履けるってする時に水バーン飛んだり、なんていうの、汚れたりするんですよね。だからそのリドムのやつちょっとちょっと高いからさ、汚れの嫌やなと思ってて、なんか安いのやつないかなと思って探しとったんですよね。でもさ、普通のさ、今ユニクロとかあるけど、やっぱりちょっと最近冒頭でも言いましたけど、やっぱりなんかメンズのやつはなんか太くてぼっとしてるんですよ。なんかやぼったい感じなんて。だから今回さ、
まあまあ他の YouTuber のファッション系の YouTuber の人がさレディースおすすめみたいな感じで言ってたからさ、ちょっとまあどうかなと思ってあのまま行ったんですよね。買いに行ったらまあよかったわ、うん、なんていうのかな、まあ、汚れるっていう前提で買ってるからね僕は。だから別に安物でもいいね。めっちゃ安いねこれ、あの1500円ぐらい、え激安よ。リドムで多分7000円か8000円するから、それに比べたらめっちゃ安いこれ、ほんまに1500円やからもうどんな使い方してもいいやみたいなね、そんな感じですよ。ででもこれね、あのね、まあまあ生地がねちょっとねペラペラなんで、ペラペラ、まあ安いからしゃあないけど、まあペラペラで、あのまあリドムに比べたらあんまり伸縮性ないわそれ、うん、あのあんまり伸びないこれ、なんか結構硬い感じがする、うん、そうそうそう。でまあまあサイズ的にはですね、僕は67インチを買ったんですけど、67インチで、まあなんていうのかな、まあ僕は小柄で、まあまあ足結構太いんで、まあ、67で行ったんですけど、170以下ぐらいで、まあまあ細い人、細身の人はもうちょっと下でもいけんじゃうか、64がこの下やったけど、でもいいし、まあ67でもいけると思うんですよね。だからそういうサイズ感はやっぱり、あの、あとでもこう言いますけど、やっぱりサイズ感は大切やなっていうね。うん。はい。でね、まあ注意点なんですけど、ただどうせ買いに行くんでしょ？これ見てあなた、あの、自由の、奥行きの自由行くんでしょ？まあ別にまあまあ買いにいただいても全然いいんですけど、買う時にね、やっぱりその男の人が、そのまあレディースを買うっていうのはちょっとまあ抵抗あるじゃないですか。その現場に行ってね、実店舗で買うのってちょっとまあ抵抗あるじゃないですか。だからまあまあそのだってオンラインでまあポチろっかなってまあ思った方おられるかもしれないですけど、やめた方がいいマジで。やっぱりパンツやから、やっぱり履いて試着して実際それで決めないとやっぱり全然ちゃうから、であの絶対あの行って実店舗行ってあの試着することをおすすめしますマジで。はい。それとまあやっぱりさ、その買いに行ったらさ、結構その、まあ、女の子がさしかいないフロアにさ、大体あのなんか知らんけどメンズってさ自由の大体どこの店舗もそうやと思うんですけど、あのメンズのさこの置いてるそのさこうスペースってめっちゃ狭いんですよ。ほぼあのレディースじゃないですか。当然のことながら、まあ、そのまあ女性客が多いよね。だその中でさ、女性が多い中さ、その女性の売り場行ってさ、その買うその度胸なかなかいるんですよ。だって結構女性のさ視線が痛いからね。だからどうすんのってなったら、僕はね女の子と一緒に行くんですよね。女の子と一緒にあの買いに行って、まあまあそのもう女の子のその付き添いみたいな顔をして自分で買うんですけど、だからまあパートナーがいる方はさパートナーと行っていいやん。やけどさいない人、うん、人はあここでね一つポイントがあるんですよマジで。そのいないとね、まあ普通の女の子の友達サウって言ってもいいんですけど、それではちょっと面白くないじゃないですか。だから何自分のそのなんていうの、思い寄せてる女の子、ちょい好意を持ってる女の子を誘ったらいいんですよ。わかる？だから建前としてこういうのがあるんだみたいな、あのブラックスキニーが俺欲しいんだって言ってさ口実にするんですよ女の子とのデートをね。ただ別にさ、それやったら別に何もそんなさ気軽にまあ女の子も来れるやろうからまあいいと思うんですよ。いきなりさそのさ食事行きませんかとかよりも全然フランクでいいと思うよこれ。使えるね。こういうのをまあ一つの意味を一つのさ、僕もその買い物をするっていうそのことをさ意味を変えたわけですよ。ずらしてその違う意味でデートの口実にするっていうね、その新しい付加価値を僕はここにつけたんですよ。こういうの僕らは意味変って言うんですけど、まあまあそういうことを意味変してくださいよ。はい。ということで今日はちょっとまあ変化球になりましたけど、あの自由のねあのレディースのブラックスキニーが最高だったけっていうねいうことでした。はい。はい、じゃあ行ってくださいね今から行ってくださいよ。はいはい。ということで、はい、今日はありがとうございました。はい、失礼します。